もうあれですよね、まあ、当時に確かに広いけど、ちゃんとこう個別になっててね、うんうん、昔にここがですよ、客間ですよね、お客さんが私、ここね、うん、本当ですね、こんな狭いところこたつでみんなで囲んでるのかね、掘りこたつじゃない、もう結局後継ぐ人もいなかったってことですよね、後継ぐ人も。あれ昨日のおじさんとおばさんが、うん、あのそこは隣にいるんです。